勝本モトドンアナ明治22年4月9日は、幕末から明治前期の策定家。大見国出身。文化7年大見坂田軍が村に生まれ、字は、古説、通称は、言語と称した。勝村は、勝海州の勝家発祥の地とされる。佐渡遠州流中高の立役者と言われる、坂田軍、国友村の知事高志藩の門人となり、佐渡、南が、 和歌、築帝などを学んだ。茶道では、相う南画では、乱国、または乱岳。築帝では、二部穴と合し、茶道南画、俳句、和歌、教科、歌道、霊法。築帝から医術に至るまで書道に通じ、人格高潔で、また芸術的天才の面を大いに発揮したと伝えられている。中でも、特に築亭に才を発揮した。三十歳の頃。 東は日立、西は丹波、北は加賀、南は河内を遊歴し、その間に頼まれるままに527箇所の庭園を築いたとされる。晩年は、神崎郡五カ省町近道に定住し、明治22年に没した。修正独身であったため子孫はいないが、育成した門邸は数千に及ぶと言われ、著書、作り庭伝三官は、築庭における貴重な文献と、 今直されている。長浜市や神崎郡、加茂郡の旧家、社寺の庭園には、勝本戸穴が築いた庭が今もあり、俗に二部穴の庭と言われている。ありがとうございます。